はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト2ブランドフリックフレック前回最終回迎えたんですよ、裏ボス倒して。なんだけど、その後にね、ちょっととあることが起こりまして、裏ボス倒した後にシドを倒すとちょっとしたセリフが違うってのとね、あとちょっとこれ別な感じなのよ。ちょっとね、いろいろやりとりありまして、まあ、シドを倒してみましょう。これちょっとプレゼント的なものです。はい。とりあえずね、サクッとラスボス倒しましょう。信じられないことに、これさ、最終回配信したじゃないですか。その後、数ヶ月経ってるんで。はいはい。で、まあ、ハーゴンから、ね、やり方忘れてるっていうね。なんか通常攻撃でいけない？ダメ？ 540。 まあ裏ボス倒せるぐらい強いからね。まあ2回攻撃とかするんだね。何やってたっけ、スミトガの剣。誰が回復使えるかとか忘れてんの、すごくね。そんぐらいの時間が空いてんだよ、あれから。で、その間に最終回出した後に、ちょっと制作者さんとやりとりあってね。で、その後にこれをやるっていう話ね。時間軸的に、今3月なんですけど、あれ前撮ったの12月より前、11月ぐらいなんだよ、実は。だからもう中身全部してるんで、ただ、この後どうなるのかなっていうね。どうやってたっけ、自分。まあ、早めふさぎりとか。スクルートとかやったんだっけ。今は裏ボス戦ったら多分倒せないです。あれ全然いた。ちょっと待って、寝せて665回行くからやめて。 今までの全部意味ないじゃん。あ、目覚ました。は？それ卑怯だよね。こっちも全力で行くしかないってことか。待って、何やってたっけ、自分覚えてない。イオナズ。イラスラの方が行くんだったっけ。もうやめて、マジ。最後ちゃんと見りゃよかったな。バイキルトとかあったっけ、ないんだっけこれ。だって、でまあ程よく忘れてるってこういうことね。今現在進行形で違うゲームやってるからさ、ステータスがごっちゃになってんのよ、頭の中で。縦一文字か。これで500持っていけるもんね。感じだったよね。あ、いけたいけた。で、この後にシドを倒したら何かあるっていう話。裏ボス倒した後に、神殿がロンダルギア中が震えている。
ああ、なるほど。回復できんのか。もう最後だから、もう全開使っちゃいましょうか。来るぞ。思い出してきたということで、ルカリとかってないんだっけ。倒しましょうか。だって600いってる。一旦で700もできるもんね。あれ、コペオンはないんだっけ。ないのか。たらないで。そうだよね、普通に。どんだけだったっけな。やっぱ中途半端にさ、あの時間経ってからさ始めるとどうだったっけなってなるよね、人間ね。あ、でも倒せるでしょ。強いね。さあ、どう変わってんでしょう。はい、どっかともなく美しい声が聞こえる。破壊の神シドウは滅びました。これで再び平和が訪れることでしょう。私はいつまでもあなたたちを見守っています。おお、すべての命司る神よ、この勇者たちに光あれ。はいはい、ヨンダルキアの地、その夜まであなたたちを送りましょう。帰ってきましたね。これでお父様やムーンブルクの人々も救われると思います。バルビ将軍やサマルテレ兵もですね。はい、では行きましょう。ここ一緒だね。待って、どうしました。エンディングだけちょっと見たんだよ。ベインがいなくてね。ベインですか。私がここへと飛ばしたのはあなたとバトラー掃除とルアウジョだけ。そんな。ではベインは。ベインは私の加護を拒み、ここへ移動も拒みました。何ですって。転移の呪文をかける際、彼自ら念じたのです。あの者は今、ついえし邪教の幹部。あとは自分がいなくなれば、邪教の全てが終わるんだと。あの者は今、
崩落したハーゴンの神殿とともに朽ち果て消えゆくロンダルティア。おい、ルア王子、ね、ここら辺は一緒なんかな。雪なんか降ってたっけ。ここはそうか、俺たち全員でハーゴンを倒して召喚された邪神も倒して、なるほど、ルビスは俺をここに残してくれたのか。皮肉なもんだな、ね、敵対する精霊に願いを叶えられると。あいつらはちゃんと脱出できたかな、ね、ルビスがそんなヘマをするとは思えない。骨も何本かいってるな。痛みでもう、ここは一緒だね。ん、意地でも生きようとしたんだろうが、そんな何回も記憶は失わねえわな。全くある意味では記憶に翻弄され続ける人生だったり、それとも最後は翻弄されずに全うできると言うべきなのか。静かだ、ロンダルキアはこれくらい静かな方がいいのかもしれん。こんなセリフあったっけ。死ぬ時はろくな死に方をするとは思っちゃいなかったが、アズニーダ・ハンニバル・マトルガ、俺は幸せ者だな。ベイン、いや、なんか見てあったな。ルア、ベインのバカバカバカ、私あなたに死んでこいなんて命令出してない。よりによって罵倒文句がバカって一国の王女が品が知れるぞ。品なんて犬になった時失いました。どうして、どうして勝手に死のうとするのよ。どうしてって、あ、まあ邪教の大物だからね。まあ全員死ねばまあ全て終わると。何度も言わせないでください。あなたは私のこの兵なんです。その身は解かれたはずでは。アイリーの王女から言われたこの兵の身はハーゴンを討伐するまでだったはずだね。ルプガナでムーンブルク復興までずっと隣にいてくれるって。だからこの先もずっと私を一緒にいてください。ムーンブルクを復興してもその先も、お父様メリックも兵士たちも、近くにいた人はみんな死んだはず。あなたまでいなくならないでください。ルア王女、悪い、それはできねえ相談だ。バトラス王子は俺を殺したがってるはずだ。だからルアと一緒にすることはできねえよな、バトラス王子。そこで私に振るか。あ、そうだな、今でもお前を殺したいと打ち果たしたいと思っている、バトラス王子。だがお前をこの場で見捨てることで確実にルア王子は悲しむだろう。私の望む結果ではない。バルギス将軍はお前と最後まで誇り高く戦って死んだはずだ。ならば私も今のお前を見捨てて殺すのではなく、最後まで堂々と戦って殺す。お前を撃つのはこの私だ。ハーゴン教団壊滅とその本拠地の崩壊に飲まれて死んだなんて認められるか。だから今は帰ってこい、ベインラーゲイン。バトラス王子は、それが俺をヒールだと言ったお前の言葉かよ。ふん、ベイン、あなたはもともとヒールなんかではなかったでしょ。あ、記憶が戻ったとき、私たちに話していないことがありますね。ん？え？私たちロトの子孫に勇者カズボーの子孫たちに伝わっていないと思いましたか。あなたの氷の魔法と剣の才能、そして回復呪文まで使えるのは先祖譲りなのでしょ。そうですよね、ベイン。あ、こんなんあったっけ。私たちがロトの子孫であると同時にあなたはその仲間の子孫でしょ。氷の剣士、ビヨン・ラーゲインの、ラーゲイン。あなたはヒールじゃない、かつての勇者の仲間、そして私のヒーローです。え、こんなんだったっけ。ちょっと待って。だからベイン、これからも一緒に行きましょう。そして僕はベインに手を差し出した。全く本当にお人よしな奴らだぜ。全く死んでいくつもりだったが、これじゃやかましくて眠れやしねえ。悪い、骨が折れてんだ。雪原の木図になる前に引き上げてくれねえか。はいはい。え、あのセリフあったっけ。ブランドフレック。ごめんなさいね、フリークとかフレークとか読んで。そこのセリフ違うのか。なるほど。何が違ったんかな。通常自分が前クリアした時のちょっとエンディング見てみようか。
いやでも指導を楽に倒せたね。ここもちょっと違ったりするのかな。ありがとうございます、夏氷さん。いやー、しかしハーゴンも結構 HP 高いんだね。ボッコさん、ボッコさん、俺の声聞こえていますね。すべてを終わりにするその前に、リーザの町の道具屋の裏手に来てほしいんです。頼みましたよ、我が友ボッコさん。え？え、え、待て、待て、待て。なんだ、リーザの町の裏手って。ちょっと待って、待って。え、なんだリリーダの街の裏手って。これところでさ、違う。どうやの裏。なんだ。あなたは。そうですか。あなたがそうなんですね。あ！こんばんは、カズボーさん。あなたに会えて光栄です。なんでしてるのかって顔してますね。それはそうですよ。メタ的な話をすれば、私はあなたに渡したこのデータだけ現れるようなプログラムに仕組まれ、おー！組まれてるんですから。マジか。私のため、そういうことか。で、俺が出てきているということは、今このゲームをプレイしているのはあなたですよね。数多くのクローンゲームハックロムをプレイし、チャンネル登録者6万人を超えた人気実況者、カズボゲーム実況チャンネルの、よし、カズボさん。改めまして、こんにちは。私の名は夏氷。普段は説、ゆうなぎ説と名乗っています。まず改めてお礼を。このゲームを遊んでいただき、本当にありがとうございます。私もあなたのプレイを見ていて、本当に楽しかった。いや、普通に会話してる感じで。これはちょっと実況者としてめちゃくちゃ嬉しい。やべ、ちょっと感動してんですけど。裏ダンジョンまで全部クリアしてくださった上に、どちらの作品もカンストレベルまで上げてくださり、遊び尽くしてくださることが、作った身としてどれほど嬉しいことでしょう。このゲームにこだわって1マス単位でのマップの再現と、あとは原作と同じセリフを話す人は同じようにセリフを打ち込んだんですが、スーパーファミコンの実機なんて今は持っていないものでして、おかげさまでこのゲームを作るとき、カズボーさんの実況チャンネルからセリフを引っ張ってきた人もいたんですよ。そうなん。でもなんか、あ、特にルプガナのモブキャラのセリフは全部カズボーさんの動画を見ながら打ち込んだことをなぜかよく覚えています。また全然覚えてないんだけど、そうなん。ルプガナ？ルプガナのモブキャラ。というわけで、まずは何よりもカズボーさんにお礼を伝えたかった。特にここ数ヶ月はほぼ毎日という驚異的な頻度の更新を日々の楽しみと支えにして過ごしていたくらいです。うわ、超嬉しい。それは嬉しい。そしてカズボーさん、お礼ついでにあなたに頼みたいことがあるんです。何でしょう。前作では勇者カズボーとリオンとオルト、それからアルナ。今作は勇者ボッコにベイン、バトラス、ルア。そして何よりその旅路を紡いだあなた自身がブランドフリックの第 2作を通じて見たもの、感じたもの、鍛えてきたもの、それを全部俺に教えてほしいんですね。鍛えてきたもの。ちょっと待って、時間空いてしまったな、ちょっと待って。そして俺も、このゲームを作る中で遊んでいただいた全てをあなたにぶつけさせてもらいます。だから、俺と戦ってください、カズボーさん。1対1です。ゲーム好きでドラクエ好き、制作者と実況者なら、剣で語るのも一興でしょう、マジか。こいつは俺とあなたのこのチャンネルでしかありえない。
制作者と配信者のエキシビジョンマッチです。マジかよちょっと待て、ちょっと待て、時間、ちょっと待て、自分忘れてるんだ、ちょっと待てちょっと待て、縦で見守りながら攻撃する。まあまあちょっと、鋭い視線になんだ。エキシビジョンマッチ。ああ、でもいけるね。シールドアタックとかやろうと思ったけど。でも裏ダンジョンから戻ってきて。あ、瞑想あんのか。裏ダンジョンから戻ってきてさ、ハーゴンまで行ってシドを倒してて、ちょっとしたリハビリにはなったからね。これはぜひとも勝ちたい。道具あったんだっけこれ。なるほどね。まあ最後だから使ってもいいのですよ。あ、いけました。あ、世界中の雫使わせてるとなかなかやりますね。いや強いですね。さすがカズボさん。いやもう勝たせてくれる感じで作っていただいてるのは分かったけど。ありがたいです負けた時はこんな感じですね。ふう、ありがとうございます。ここまでにしましょうか。カズボさん、戦ってくれてありがとうございました。またいつか俺が何か作ったら、じゃあ、負けた時のもあるんだ。お恥ずかしい、俺は、なるほどね。そうね、ここで負けたらね、ちょっとね、あれですからね、あれね。カズボさん、戦ってくれてありがとうございました。またいつか俺が何かを作ったら、ぜひ遊んでくれて嬉しいです。ぜひ、ぜひ。いや、ね、1と2あるじゃん。この次の、まあ別に作ってくれたわけじゃないんだけど、3あるじゃないですか。ドラクエ3。3だとどんな感じなんだろうとかね、勝手に思ったり、4だったらどうだろうとか、もう切りないんですよ。だから、まともになんか自分がね、これやりたいっていうのを言い出したら切りがないんで、もう人生いくつあっても足りないぐらい多分言いそうなんでね。だから本当に何かね、本当にオリジナルで制作された時は、ぜひともね、作ったんでって言ってくれれば、プレイさせていただきたいと思いますんで、こちらこそありがとうございます。こちらもお礼したいぐらいなんで。でもこんなんね、本当にすごいよね。なんて言えばいいんだろう。唐突だったんで、気の利いた言葉はちょっと言えないんですけど、もう本当にこんな楽しいゲームをプレイさせていただいてありがとうございますか、ちょっと言えないんでね。ぜひともね、何か制作された時は挑戦させてください。よろしくお願いします。お恥ずかしながら俺はあまりカズボーさんの動画にコメントを残していませんが、いやいや、そんな、それはね、本当にそこは自由です。だけどね、コメント残していただけましたよね。ちゃんと読んでます。嬉しかったです。それでも俺はカズボーさんの配信を楽しみにしていますし、結構見ています。めちゃくちゃ少なかった俺のコメントはこの作品をもって代用させてもらえると嬉しいです。もう十分です、本当に。いつかまた俺が何かを完成させることがあったなら、その時はまた手に取ってもらえると嬉しいです。ぜひ。では、ありがとうございました、カズボーさん。お元気で。いやー、これは、わかります。これ、私のためだけに作ってくれたデータですよ、これ。いや、本当に実況やっててよかった。で、今、心の底から思ってますね。一回最終回で終わって、11月ぐらいに終わったんですよ、実はね。それで、制作者さんの方に、多分配信するの12月以降になりますって言ったんですよ。
なんだかんだいろんなゲームやってて、だから4ヶ月あったってことは、その間にいろんなゲームやってたんですよ。で、今の現在進行形でも違うゲームやってるんですね。今配信されてるゲームも、とっくに終わってるしって感じなんですよ。自分何せネタバレが嫌いな人間なんで、何もわからない状態でプレイしたかったんですよ。だからもう最後まで、用意スタートって始めるじゃないですか。そっから最終回まで、もう何にもヒントも聞かないでやりたい人なんですね。それを実現させたかったんで、撮ってしまってから配信っていうスタイルを やったんですよ、このゲームは。だからね、まあ、ちょっとこういう4ヶ月のブランクがあってグダグダでしたけど、ね、ここはちょっと今収録はしたんですけど、この後にこれって動画にしていいですかって聞いて、いいですよって言われたら動画になってると思います。はい、マジか。ちょっと自分昨日聞いた言葉、いや昨日聞いた言葉はね、ちょっと言えないんですけど、言いたいんだけど、なんだろうね、心の中のことを言葉に表すのって難しくないですか？多分言ってる以上にびっくりしてんですよ。びっくりしすぎて、何本か飛んでんですね、今、頭の中で。あれ？ああ、そっかそっか。これどうしよう。そういうことか。ここが今の見れるってことだよね。これやればさ、これ世界に一つしかないデータですよ。いや、なんかね、ね。いやー、まさか、本当に。まさかなって思って、まさかでした。うわー、いる。いやー、本当に、実況やんなかったら、この画面は存在しなかったです。うん。だから、やっててよかったですね。継続は力なりじゃないけど、やってたおかげで、この画面が見れた。この画面見れたってことは、私がやんなかったら見れなかった。見れなかったってことは、私が実況やんなかったら、この画面を提供できることがなかった、配信として。なんかわかります？深いですよね。深すぎて、もう語ったらすごい何時間もかかりそうなんで、このあたりで締めさせていただきますけど、ね。どうしようね。これはぜひとも、サムネ、待て1個開いちゃうな。ルアー王子、こっち向け。あ、でもいい、これでいい、ね、いや嬉しい、これは本気で嬉しい。ちょっと1個夢叶ってんですよ。ゲームの中に自分登場させたかったっていう夢が1個叶ってますね。絶対一生叶うことないだろうなって思いながら自分人生生きてきたんで、まさかこう実況やり出してね、制作された方と繋がってね、こういう現象が起こるってすごいですよね。うん、ありがとうございます。これからも、まあ、まだまだ未熟ですが、ね、ちょっとはこのゲームやってて思ったことがあって、やっぱ言葉遣いだったりとかね、結構いろんなね、やっぱ愚痴言ったりとかしてましたけど、まあそれも自分の味としていただければいいんだかもしれないけど、まだまだ精進していくところがいっぱいあるなと思いまして、ね、何年かやりましたけど、ね、その何年かはリハビリみたいな感じでね、これからもっともっとね、なんだろう、もっとトークも上手くなって、自分をもうちょっとね、短時間で伝えることができるようになれればいいのかなって思いましたね。はい。じゃあぜひとも、まあ新しいものができたら、プレイさせていただきますんで、その時はもう、ね、ぜひ行っていただければ。ありがたいです。じゃあエキシビジョンマッチ最終回プラスアルファでしたね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、 X のフォローなどしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。